笑いの波の防波堤大層三つ国です。やった来ました、拍手イエーイイエーイ。それ個人情報キャッチ&リリース、個人情報キャッチ&リリース、食べ絶対何のこっちゃねえって、一人でじゃんけんします。じゃんけんほい、はい、5対2でこっち勝ち。はい、ルールが変わったよ。え、ルールが変わったよ。え、ルールが何しんの。やめよう。待ってくれ、ちょっとちょっと、なんで。いや、これ危ないわ。やばい、もうめちゃめちゃ機嫌ようやってんねん、これ。いや、誰もおらへん。いや、それ誰もおらんけど、みんなやってはるやろ、漫才さんは。みんな、やってるのは漫才でやってんねん。ほんで、光圀さんがピンでしょ。で、僕もピンで。ピンで、俺はルールが変わったよ。いや、ちょっと触り見た感じ。なんのこっちゃねー。ちょ、危ない、危ない、危ない。そんな危ない。危ないってないやねん。いや、なんか、数分後の自分なんかなもたら、ゾッとしてもう出てきてもた。怖なって。いや、心細いんか。心細い。怖なって。じゃあ、二人やるか。一緒にやる。じゃあ、俺やってんのを見守ってくれるってことじゃん。あ、そうです、そうです。じゃあ、二人でやっていこう。二人でやるの。まあ、どっちもなんか、なんかものまあ、細かいモノマネやったりね。やったりします。あるじゃないですか。はい。だからもう、あの先輩のまだどんな新ネタあるんかなとか。もうそれはもう持ってきてるよ。はい。今日。本当ですか。え？本当ですか。そうそう、もちろん。はい。じゃあやな、先行でやるよ、じゃあ。はい。じゃあ見事です。はい。わかりました。僕椅子いかんで。いや、椅子はいかんで。ここで。そうそう、わかりました。はい。ここで。はい。すみませんということでございましてね。じゃあそれではですね、まずは一曲お聴きください。まずは今曲から。銀杏。で、ちょ、いや、新ネタちゃうやん。知らんやん、そんなん見てる人。むちゃくちゃ前からやっとるやないか、それ、銀杏なんか、お前。15年、20年前のネタやないか。ようこんな、ここに持ってきたな、銀杏。いや、そんなんは自分らが何回も見てるか知らんけど、ほな、この視聴者の人は出てきてる。じゃあ、分かった、ほな。喧嘩やめよ。分かった、ごめん、悪かった。そんなん、どうでしたっけ。いや、ほな、俺もう、そんな新ネタでさっきやらしよ。俺もじゃあ新しいの買ってきた。やるよ。え、かも。後にすんで俺、銀杏は。え、やんやるよ。そら、もうちょっと、じゃあ、出せよ。まあでもこれ、全部編集で、この全部カットやん。そんな編集なんかないよ、俺ノーカットで送りしてます。そらそうやん。ほんと？そらそうですよ。あかん、無駄な時間あかん。ほな、ないです。お願いします。どうも、上条武史でございます。すいません、あの草野球の帰りちゃいますよ。ね、高校野球が大好きでございましてね。では高校野球の細かいモノマネなんかしてみたいと思います。それでは行きましょう。高校野球モノマネシリーズ、まずは98年横浜高校戦前夜に松坂大作を支持する石川星稜高校山下智重元監督。いいが、松坂の鏡を振らないためにヘルメットのつばは何かに。自分10年前からやってるやん、これ。死んでたや言うてんねん。笑ったやん。笑ってるよ。好きやから。もう止めんとってくれ。わかった。ちょっともう2分ぐらいやらしてくれ。あ、わかった。やるから。ごめん。はい。ずっと同じネタやりますよ。え？ずっと同じネタやりますよ。わっ、こんなとこに気になるのしてる。ワン、ツー、スリー。はい。踏んでみた、臭い。嗅いでみた、めっちゃ臭い。わ、結果わからん。食べてみた、うまい。うん、なんのこっちゃねー。ねーのねーの。自分の背中をちゃんと見るのが夢。自分の背中をちゃんと見るのが夢。うん、言葉は諦めた。うん、言葉は諦めた。はい。さっともうちもも過去も、うちもも過去も、優しいね、うちもも過去。樽の中にタルタルソースを山盛り入れたら、タルタルタル。樽の中にタルタルソースを山盛り入れたら、タルタルタル。はい、タルタルタル。はい、タルタルタル。はい、N 極度推しの膝S 極度推しの肘 N S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 、 うーん、
こっちゃネットとウィーガシャ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  X ウィーガシャ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 こんなとこかな。いやでもさすがに全部知ってましたけど、でもやっぱりこう光圀さんのネタってまあなんか何回でも見れるな。ありがとう。ここなんかごめん銀杏とかなんか言う。いやいやいや面白かった。いやでも他のやったらいいんだから。ええの。いいよ、やっぱ高校野球好きやから。はい、これでもほんま見たことないと思うよ。あ、そういうのと原田監督のマナーは結構やんねんけど、平安高校の原田監督、平安高校ね、あの龍谷大平安高校ね、はい、原田監督多趣味でね、はい、宝塚、うん、フラワーアレンジメント、ああディズニー、ああ趣味いっぱいあんねん。ああそん中でも宝塚これ大好きやから。おバカいな。あのそれを、うん、いやまあそれを やるわけない。それはやるわけない。ちゃうねん、はい、あのまあ、多趣味な監督で、で感動シーンなんですよ、うん、すぐ感動して、あのインタビューの時にやっぱ感極まって泣いちゃうんですよ。で最後こうもう何言うてるか分からんようになんねんけど、よう聞いたらラザニア美味しかったに聞こえた、そんな、京都大会決勝の後のインタビュー。そんな聞こえる？原田監督、優勝おめでとうございますだけ。原田監督、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえず、こいつもうあかんのかなっちゅうのを思ったりとかして、6月ぐらいから自覚が芽生えてきて、キャプテンの橋本中心にチームって何やと、それ俺に向かっていてくれて、それこいつらの根性に本当にありがとう、感謝した。ラザニア美味しかった。どうせやろ、どうせやろ。言うてるやん、これ。ラザニア美味しかったを言うなってあったんですよ。何やったん、何やったん、あれ、もともと。いや、本当に感謝してありがとうございました、ありがとうございましたって、あの3回繰り返したんが、なんかラザニア美味しかった。コロ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 、お前、お前生き声だわ。ラザニア美味しかった、しかって声だったわ。まあ今日これだけできたらもうちょっとよかった。えもうええの。じゃあちょ、俺も細かすぎていいですか。あ、ちょっと、ちょっと、じゃあちょっと用意してるんじゃない。あんの、良い時間かかんないから。いや、もうあんのよ、ここじゃん。あ、なんかあんま見たことない、見たことない。箱根駅伝ってご存知ですか、皆さん。あら、ねえ、あの箱根駅伝の予選会の模様のものまで、ね、これ細かいですよ。俺好きやね、箱根駅伝好きやからね。じゃあどうしようかな、第76回ね、わかりました。じゃあ箱根駅伝ももう100回超えてきてんじゃん。100回ありますけど、何回でもできますけども、いいですね。じゃあ第76回いきましょう、第76回の箱根駅伝予選会にて本戦出場ラインスレスレを発表する関東学園の作第4位、国士舘大学。第5位、法政大学。第6位、拓殖大学。あ、これだから箱根の数だけもうモノマネあるよ。まあ、ほんまは言うたら、まあ、ちょっと時間がないんで、今日第76回にしますけど。いや、もうこれちょっとあと81回も見たい。いける？分かる。いけるの？第4位、東京農業大学。第5位、大東文化大学。第6位、大阪大学。いや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 。76、81も。その本戦スレスレは拓殖、はい、まあ、絶対ちょっと調べんといてくださいね、けど。調べんといてもう好きやからね、はい。
一回でもここじゃない劇場でやった時にめちゃくちゃもう今まで見たことないぐらい前の2人、うんうん、我が家がめっちゃ笑ってめちゃめちゃ受けたことあるんですよ。あったよね、はい、もう今まで見たことないぐらい受けて、うんうんうん、で帰り僕はお客さんお見送りしてたその2人が、はい、やっと会えました言うて、僕らあの神奈川大学と東海大学で箱根走ったものですって言ってな、本当に間に合ってたって箱根走った人からしたらたまらないやろね。いや本当にあの時だけはほんまめちゃめちゃ受けためっちゃ受けたよね。今日だから受けてんじゃないですか、そら目には見えてませんが今ね箱根駅伝ね、はい、じゃあ僕ももう最後行くよ。俺もどさっきするんだ、どうも最後行くでくれ、さっき行こうか、じゃ僕行きましょうか、はい、僕なんかフリップもあるからな、フリップ時間大丈夫ですか、時間全然大丈夫です、ほな僕高校野球好きなんで盛りだくさんですね、はい、高校野球嘘みたいな本当の話というこれちょっとネタ持ってきました、都市伝説みたいな、はい、はい、まずこちら行きましょうね、こちら見てもらいまして、はい、2019年岩手大会初戦大船渡対東の緑豊高校の試合、渋い試合ですね、これちょっと渋いというか本当マニアックな試合なんですけど、初戦やからね、はい、まあ光圀さんこれ見てあれとか何か気づきます？全然何も気づかないですよ。2019年の頃大船渡って聞いて何か思いません？佐々木朗希、そう今ねロッテのもうそうそう、はいはいはい、この年のロッテドラフト1位で入りまして、あの大谷翔平選手の球速を超える163キロ高校生で投げたという、あの佐々木朗希君がいた時の頃大船渡の夏の初戦なんですよ、うん、甲子園を目指すね岩手大会、はい、それはまあ佐々木朗希目当てでばファンのお客さんテレビ局、プロ野球のスカウトわんさかこの球場にね、うん、足を運んで初戦やしね、うんうんで、まあまあ、もちろんあの主役はこの大船渡の佐々木朗希やと僕も思ってました、試合前までは、はい、で試合始まる直前、このスターティングメンバー発表されるんですよ。そのスターティングメンバー発表された時にプロのスカウトしたらちょっと待ってくれってなったんですよ。この相手の東の緑豊高校のスターティングメンバー聞いたことない、ちょっと実はこんな感じだったんですね。1番菊池、2番菊池、3番佐々木、4番菊池、5番菊池、6番菊池、7番菅沼、8番菊池、9番佐々木、9人中6人菊池2人佐々木、佐々木でこれもう党の緑豊からしたらもう主役向こうやから、そんなお前何が佐々木じゃいと、こっち菊池じゃいで、もう学校の菊池生全部集めてきたから俺ちゃうねん、水口さん、俺調べて、おうおう、この東の旅行、東の地区、岩手県東の地区っていうとこ、ダントツで菊池生が多いねん。俺、タウンページ開いた。菊池生1762件。岩手の外のそこの地区。そこ、鈴木2件やった。日本では一番の。一番多いの、鈴木2件で、この菊池が1762件。タウンページ、11ページやん。菊池全部。よー、調べた。おほんで結局、まあまあこの試合はあの佐々木朗希が勝ったんやけど、うん、次の日の、朝日新聞の見出しこちらでしたね、うん、佐々木朗希対6人の菊池なんか映画のタイトル黒澤明監督もびっくりだった7人の侍ならぬ6人の菊池という、ね、でこんなことならちょっと僕も高校野球好きとしてなるほど過去に見逃してないかと思ってちょっと調べました、私、ありました、1998年岩手大会初戦、東野高校やった岩屋堂農林の試合はい、東野ね、はい、東野高校98年といえばあの横浜 の, はあの松坂が春夏連覇した時の岩手大会の初戦ですね、はい、この時の東野高校のスターティングメンバーこちらになりますね、1番菊池、2番菊池、3番菊池、4番菊池、5番今淵、7番菊池、8番菊池、9番松田という、ちょっと、増えたんじゃんこれ、9人中なんと7人お7人の菊池、しかもこれちょっと調べるとこれ松田君っていうのが背番号2桁の控えピッチャーでエース菊池でした、余力残して菊池な菊池7人、いやもう今うちも菊池になっちゃうからね、いやすごかったですよ、この時に5回か6回にランナー満塁で全員菊池で、ほんでバッター菊池に回って、うん、ほんでスリーベース打ってんけど、うん、菊池打ったー
サードランナーの菊池待って、セカンドランナーの菊池もホームイン、そしてファーストランナーの菊池がサードを待ってホームイン、そして打った菊池もサードベースヘッドスライディング、スタンドの菊池もベンチの菊池もガッツポーズだ、菊池祭りだもう言うたら、菊池祭りもう言うてこない、もうネギトロ祭りみたいなすごかったです、これで次の日のですね、岩手朝日新聞の見出しこちらですね、菊池奈々に夏物語はうまいという、はい、嘘みたいな本当の、いやこれほんまや、ありがとうございます、すごいな、はい、田舎ならではだね、はい、ありがとうございました、まあ僕もこれで、はい、どうもありがとうございました、お前一人で帰っちゃう、いやいやもうここほな僕終わったんで、ほな兄さん、兄さん最後なんか最後はね、時間的にもまだちょっと、はい、もうこれで終わりましょう、じゃあね、じゃあね、そういった日本の原風景をね、ご覧いただこうかと、原風景、はい、雪山をちょっと踏みしめてみたいなと思います、いや雪ないよ、雪ここを使いました、じゃあ雪山を踏みしめる人たち、ちょっとボタン弾けちゃった、ちょっとボタン弾けちゃった、一人すぐ、まあ、余談や、止めると聞こえてくる小鳥のさえずり、いやーさらに、うわー素晴らしいわ、日本やわ、ありがとうございます、以上でございます、どうも